はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。現在8月21日日曜日0時26分をパソコンがね表示してくれておりますが、現在今日ね講演会があるので、それのスライドをねずっと作って今に至ります。緊張するで、今週はですね、ちょっと私のまあ思いというか、ちょっと妄想話にちょっとお付き合いいただければなと。で、内容としては俺がこれからどういった方向に進みたいみたいのを考えているのかっていうのを、まあここ1年ぐらい、まあなんだろう、やることをさ全部こう投げ出して考える、なんかもう瞑想みたいなことはできないから、こう日々こうわーっていろんなことをしながら考えていくっていう感じなんで、全然頭の思考がね進んじゃいないんですけど、ちょっと方向性としてはこっちかなって思ってることを、まあ興味ある方はねぜひ聞いていただけたらなと思います。何か発見があるとかっていう回ではないと思うんですけども、よかったら最後までねお付き合いください。で、皆さんマスコミとかマスメディアっていう言葉聞いたことねあると思うんですが、マスっていうのは、まあ、大衆って意味なんですよね。だからマスメディアは大衆媒体だってな。だから多くの人に向けて、まあ、放っていく情報をね出していくっていうのがマスメディア で、 YouTube もねもう完全にマスメディアとして、マスねもう大衆に向けて、まあ、それはチャンネルによるかもしれないですけどっていう風になっていったじゃないですか。でもちろん私も YouTube を始めた時は、無料で勉強ができる、その教科書の内容とかを学ぶことができるっていうのをマスですね、大衆の人に知ってもらう、大衆の人の選択肢に入れてもらうっていうのが、まあ、目標で始めたと。まあ今でもねそれは変わってはないんですけど、だからまあマスを目指してたわけですね。ただもともと、まあ、自分の性格もそうですし、その教育に携わりたいっていうのも、多くの子供たちを救いたいんだっていうよりは、目の前にいる、まあ、悩んでる子とか苦しんでる子たちに、それがね少ない人数だとしてもその子たちを支えられたらいいなっていうのが、どっちかというどっちかでもない、完全にそっち寄りなんですよね、もともとの多分性格が。そもそもね多くの人に注目を浴びるっていうのが苦手この活動しててちょっとね説得力ないかもしれないけど、まあよく言ってるけど俺はもともと性格上裏方人間なので、そうなんですよね。なのでまあそれはすごく思ってて、でまあうちのチャンネルはそんなにねめちゃくちゃ再生数が取れるとか、そのアクティブユーザーがねもう何十万人いるみたいなことではないので、マスにはなってないんですけど、それでも、まあ、そこそこのマス化が進んできたわけですよ、この10年でね。それはありがたい話で、すごく嬉しいこと、自分の目標のその知ってもらうっていう部分だから、俺登録者が今179万人なのかな。でもアクティブユーザーなんてねほんと数万人の方しかいないとは思うんですけど、でも10年かけて179万人の人は YouTube で、あ、教科書の勉強できるんだっていうことは知ってくれたんじゃないかなっていう、まあ全員じゃないかもしれんけどさ、っていうのはまあ俺にとってのこう頑張ったなって一個の証というか、まあそういう大事な数字だと思ってるの、登録者に関してはね。でも自分が本来やりたかった子どもたちへのアプローチ法としてはちょっとやっぱりそれてきてるんだよね。それはすごく感じてて、ここ数年で。だからこういったダラダラジオとかさ、まあみんなが今聞いてくれてる時に視聴回数何回になってるか分かんないけど、まあ、そんなにね多くの方が聞いてるわけではなくて、あとはまあボイシーとか、あとはたまにやってる、ツイキャスとかもそうですけど、ああいったちょっとこう少ないコミュニティ、まあ、もっと言うと本当は1対1が一番好きなんで、1対1で子供たちと話すのが一番好きなんだけど、そういったなんかアプローチの仕方っていうのがやっぱりそこに帰ってきてるんですよね、自分の気持ちとしては。だから塾講師の時はすごく幸せだったというか、目の前に子供たちがいて、しかも俺個別同塾だったから一人一人の子供たちのもうこともまあね成績とかもめちゃめちゃ分析してたし、で性格とかも自分なりにすごく把握してた方だと思ってる。この子はこういう性格だからこういうアプローチをするとよくて、でこういう風に例えば褒める一つとってね、褒め一つとってもこういう風に褒めていくとより伝わっていくよねみたいのは全員書けたと思うもん、詳細のデータというか、それぐらい子どもたちのことを一人一人と向き合うことができて、やっぱりあそこが
俺にとって教育の原点というか一番やりたいところなんですよね。それはやっぱ変わってなくって、あ、でも今回ごめんなさい、なんかこの YouTube の活動やめるみたいな雰囲気醸し出したらそんなことないからね、全然やめるつもりはなくって全然続けていくんですけど、なんかそれと一緒に進んでいく方向性っていうところを話したくって、でやっぱり今何がね、こういうふうな、何を具体的にやっていくかなんていうのはもちろん考えられてはいないんだけど、もっと個っていう部分、個人の個ね、そう、大衆のマスではなくて個っていう部分の、で子供たちになんかサポートができないかなって。でもそれでやっちゃうと自分一人でこうサポートできる子なんていうのは限られていくんだよね。それはもう塾講師の時にも重々分かってる。だから例えばチームにするのかグループにするのか分かんない。それはあれはこれもね、別にグループ活動を始めるとかそういうわけじゃないからね。そう、でもそういった同じような、例えば学校の先生の中でも同じような思いを持っている人たちと集まってイベントを企画したりとか、分かんないけどね、なんかそういったことでもっと子っていう部分、子供たちのパーソナル部分というかね、そういったところにもう少し近づけるような活動がしたいんだと思うって思うんだよね。今俺37なんだけど、年がで、まあ、37がみんなってもうおじさんじゃない？ 37 って分かんないけど、でもさ、自分の自覚として別に老け込んだとかおっさんとかそんなに思ってないけど、でもやっぱり社会人として働いていく期間みたいなところを考えると、割とそのちょっとこう中間地点にはもう差し掛かってきてるイメージなのよ。だって22で就職してるからさ、15年経ってんだよね、社会人生活。あと15年足したらさ52でしょ。まあもちろん50には定年じゃないんだけど、でも、なんか自分の中で結構今ここ 1,2 年はターニングポイント、なんか人生の第2章をね進んでいく準備段階というかになってる気がしていて、一度きりの人生だからさ後悔したくないっていうんで YouTube 始めたし、だからまあ後悔したくないっていうなんかネガティブというか後ろ向きな思いはあんまないんだけど、どうやったらは俺の人生楽しかったなって言えるかなって。で俺はやっぱり自分自身がハッピーって思うよりも子供たちがハッピーになることが俺にとってのハッピーなのよね。いやなんかいいやつぶってでしょ。でもね、ほんとそこがねすごくやっぱり根本にあって、だから子供たちに何ができるのかなっていうのをずっと考えている。でその方法がなんか狭すぎてもあれなのよね。でも今みたいにマスになりすぎても違うんだよね。だからそこの自分にとってこれだっていうのがね、また見つけられたらいいなって思うのよ。自分が YouTube をさ、2012年の5月31日に YouTube 見てて、はっ！って、ここに授業動画投稿したら役立てんじゃね？って、すごい雷だったんだよね。俺にとってはもう、ドーンみたいな、ずっと探してたものだったから、これだと思って。だから、いつもはさ、石橋を叩きまくって渡る俺が、もう即知り合いに電話してね、ホワイトボード持ってるのしてたから、すいませんホワイトボード貸してもらっていいですかって言って、車で1時間半ぐらいかけて取り行ったのよ。で分解してさ、当時乗ってた小さい車に乗っけてさ帰ってきてさ組み立ててみたいな、で勢いで1本目取るよみたいな感じで始めたこの活動だったから、なんかそれぐらいこう燃え上がれるこれっていうねものに今すごくなんか探してる気がするんよね。まあ、探しながら人生終わっちゃったらもったいないからさ、もちろんどっかで妥協する時が来るのかもしれないけど、なんか今そんなことをすごく思ってる。だから多分これから俺このチャンネルをね、例えばそのハイチの知名度を上げてもっともっとなんか影響力のある人間になるっていうのはごめん本当に微塵も持ってないし、そもそもそういったタイプじゃないし才能もないっていうふうに思ってるから、だけど子っていう、まあ、その少ないコミュニティの中でそこの部分を大事にする、大切にする、っていうのはできる方だと思ってるんよね。まあ好きだからだと思うんだけど、そこがだからなんかそういった方に、できることがないかなっていうのを妄想っていうかね、すごく考えながら今生活してるよっていう話をダラダラでしましたへーぐらいで終わったと思うんだけど、まあでもきっとねこれを聞いてくださってる方のまあ 38% ぐらいの方はね、もうハイチマニアの方だと思ってるので
ごめんなさいね。でもまあまあまあそういうのを知って、ああそうなんだ、うん、なるほどっていうふうに思ってくれる方もね、あのダラダラジオを聞いてくれてる方は多いかなと思いますので、今回はねこんな話をさせてもらいました。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間が皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。明日というか、これ撮った後、今日だ。今日ね、頑張っていきます。講演会ね。ではまたね、来週お会いしましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。